犬の散歩さ、委託したいんだけどさ、なんか装備くれない、その散歩してくれる人に懐いちゃうの嫌だなって思ってんだけど、忠誠心すぐ失われそうじゃない？な、犬の散歩委託は結構あるっぽいぞ。散歩俺毎日行ってないからさ。いただき。行ってない日は家中で遊んでるけど、やっぱまあできたら毎日行った方がいいじゃん。もうだからなんか使ってみてえな。火力じゃ負け。毎回違う人に頼む。ありです。犬を委託した人に盗まれる、そんなことある？犬めちゃめちゃ好きで犬盗みになったってこと？自分で飼っといて世話もできないの？できません！すみませんでした！自分で世話もできないのに犬飼ってすみませんでした。すみません、すみませんでした。週16回散歩行かなくて。いや、こういうの出てくるだろうなって思ってずっと濁してたんだよな。まあ、生き物だからね、神経質になるのはわかるけど、でもペットショップのババアが言ってた、小型犬だから毎日行かなくても大丈夫ですよって。だから俺じゃなくてペットショップのババアと論争してください。